ワンピース考察エクストリーム大公開時代編、世はまさに大海賊時代。どうもワンピースの謎を解く仮面 YouTuber ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね、チャンネル登録してね。今回考えたいのはワンピースと大航海時代です。ワンピースには世界中の神話や童話、都市伝説やオカルト、過去のアニメ作品まで尾田先生が好きな物語が数々使われているようです。例えばこちらでは北欧神話とワンピースを考えました。今回はその中でも特につながりが強いと思われる大航海時代を軸として過去動画をまとめていきます。そこから最後にワンピースの正体に再び迫ります。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでいない人は大いネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。いきましょう。ロジャーが巻き起こした大海賊時代、これは15世紀半ばから17世紀半ばまでを指す大航海時代がモチーフでしょう。大航海時代とは主にポルトガルとスペインを中心に行われたアフリカとアジアを目指した航海のことです。コロンブスはインドを目指す旅で新大陸アメリカを発見しました。当時のヨーロッパの人々は発見した新たな土地で原住民たちを虐殺して支配しました。中でもスペインは世界中に植民地を増やしていき、太陽が沈まぬ帝国と呼ばれていきました。つまりスペインの領土は世界各地にあるので、常にどこかの場所が昼間であるという意味です。それはまるで日が沈まない島、フヤ島エニエスロビーのように。またワンピースでスペインをイメージした国といえば、愛と情熱の国、ドレスローザでしょう。こちらの動画ではドレスローザ編は800年前の出来事とリンクしていると考えました。こちらです。開園暦722年に何かが起こり、開園暦727年に巨大な王国が滅んだのかもしれません。パズルのようにできているワンピースならば、722年は722話に、727年は727話に対応していそうです。まず73か722話はタイトル王族の決闘です。そこではドフラミンゴが元天竜人で、さらに800年前までドレスローザを支配していた王族の末裔であることが明かされた回です。722話で注目なのはドフラミンゴの正体だけでなく、ドフラミンゴ海賊団アトアトの実のジョーラの芸術作品も意味深です。エニエスロビーの正義の門のような形の中に、右側には翼、つまり月のためのイメージでしょうか。そして左目はウインクして泣いています。そしてこの727話で陸王はドフラミンゴの技パラサイトによって操られ、国民を殺して回りました。つまり同士討ちによる国取りです。ドレスローザでは誰もがその存在に気づかないシュガーが人々の記憶を奪っていました。シュガーもドクター・クレハと同じように幼く見えて、本当は22歳という大人の年齢であることがコミックスの SBS で明かされています。さらにシュガーは触れた人間をおもちゃに変えて、周囲のその人の記憶を消すという恐ろしい能力でした。それはまるで空白の100年を想起させるキャラクターです。シュガーのキャラクターデザインの王冠やフードもイム様とどことなく似ています。そのように考えていくと、イム様の正体とは年を取らない不老の存在。イム様とはやはり子供の姿をした800歳なのでしょうか。そしてアフリカの黒人やレッドインディアンたちは迫害され、奴隷にされていきました。世界の海が一つなぎになることで起きた人類の光と闇の時代が大航海時代です。それはまさに人類の大航海時代。もちろんこの時代の反省を生かして、我々現代の人々は着実に進歩していますが、これら過去の大航海時代のモチーフがワンピースにはたくさん反映されています。まず大まかに言えば、ルフィと敵対するグループは大航海時代で支配する側、ヨーロッパの要素を多く含みます。一番わかりやすいのは黒ひげ海賊団でしょう。アバロ・ピサロのモデルは南米ペルーやインカ帝国を征服したスペインの軍人フランシスコ・ピサロでしょう。他にもこのように黒ひげ海賊団の追加メンバーたちは南米を征服したスペインのイメージがあります。そして黒ひげ本人も征服者のイメージです。黒ひげがボニーを拘束した島にはメキシコのトゥーライ石の像があり、黒ひげもメキシコを征服したイメージでしょう。この辺りは検索すれば秀逸なワンピース考察ブログで学べます。さらに黒ひげはドラム王国も滅ぼしています。ドラム王国は以前も考えたようにカナダのイメージです。そこにはレッドインディアンたちのシンボル、トーテムポールがありました。このトーテンポールはサンダーバードです。サンダーバードのトーテンポールといえばやはりシャンディアでしょう。シャンディアたちの村にもサンダーバードのトーテンポールがあります。そしてこちらの動画では革命軍ドラゴンの能力とはそのサンダーバードだと考えましたが、実は293話で描かれたシャンディアたちのテントにはドラゴンの顔の傷と同じ3つのひし形ダイヤモンドの模様が描かれています。ドラゴンは雷鳴とともに100話に登場しました。やはりドラゴンの能力はサンダーバードなのか。そんな革命家ドラゴンのモチーフは何でしょうか。
ドラゴンのモチーフは南米キューバの革命家チェ・ゲバラでしょう。ドラゴンの好物ボカディードとはキューバのサンドイッチであり、その昔ドラゴンが着ていた服も革命家ゲバラのイメージです。つまりドラゴンもまた南米侵略されている側のキャラクターです。キューバは南米のカリブ海に接する国です。カリブ海といえばもちろんカリブの海賊、カリブの海賊といえばバッカニアです。バッカニア、バッカニア族についてはこのように考えました。こちらです。このロッキーポート、おそらく海賊を集めた港は映画パイレーツオブカリビアンや17世紀カリブの海賊たちの舞台となった海賊の港ポートロイヤルがモデルではないでしょうか。ポートロイヤルは大航海時代現在のカリブ海の国ジャマイカにあった港町です。ポートロイヤルはカリブ海の貿易の拠点として各国で覇権の奪い合いが行われていたため、ジャマイカの総督は海賊行為をするバッカニアたちに支部会のモデルといわれる指略免許を与えています。当時のポートロイヤルには海賊たちが大量に流入し、密売や賭博で大にぎわいしていたといいます。それはいわば海賊の港でしょう。ここから小田先生は着想を得て、ローが七部会入りを企てたロッキーポート事件を設定したと考えます。バッカニアとはカリブ海にいた南米のレッドインディアンアラワク族の言葉、武漢に由来する言葉です。武漢とは肉をいぶる、バッカニアとは肉をいぶるもの、現代のバーベキューの語源でもあります。そんなアラワク族を滅ぼしたのがコロンブスです。こちらの動画でも考えましたが、コロンブスは南米からゴムを持ち帰った人物、そして南米の先住民たちから黄金を略奪して滅ぼしたクズです。とにかくワンピースのバッカニア族には太陽の神ニカの伝承が受け継がれている。太陽の神ニカとは解放の戦士、そして175話のタイトルは解放。その扉絵はまるで南米レッドインディアン。馬はバッカニア族の血を引いているために奴隷にされていました。奴隷の代表が無敵奴隷クマでした。そのように考えるとルフィと敵対するグループが支配サイド、ルフィの味方サイドが迫害されているグループです。大航海時代に奴隷となった黒人たちには魚人のイメージがあります。こちらです。このトム・ソーヤの冒険は日本でも有名ですが、この話には続きがあります。それがハックルベリー・フィンの冒険、以下ハックの冒険です。トム・ソーヤの親友だったハックが主人公になった物語です。このハックも麦わら帽子をかぶっており、このハックこそがルフィのモチーフだと考えます。そしてハックの冒険では差別問題が扱われています。僕がルフィやワンピースのモデルやモチーフがハックルベリーフィンだと考えたのは魚人島でした。魚人は長年差別や迫害されており、それを解放する人物は明らかに魚人島でヒーローと呼ばれたルフィだと読み解けるからです。ワンピースは実際の大航海時代を土台として描かれていますから、その大海賊時代で差別されている魚人はイコール大航海時代に差別されていた黒人のイメージとして描かれているかもしれません。しかし一方で魚人は逆に白人のイメージとしても描かれています。それは迫害されたホーディーたちが逆に人間を下等な種族だと呼んで、人間に加担する魚人を差別し始めました。これは奴隷解放の戦い、南北戦争後に結成された白人至上主義を謳う過激な組織 KKK クークラックスクランを想起させます。そんな奴隷制度が世界で禁止されたのはわずか74年前です。大航海時代16世紀から18世紀の3世紀にもわたってアフリカ人を奴隷とみなした奴隷貿易が行われていました。同じようにワンピースでは様々な人種が人間オークションで取引され、中でも人魚と巨人は高値で取引されていました。そんな人魚を含む魚人たちの長年の願いは暗い深海から明るい太陽の下へ暮らすことです。それを導くのが太陽の神ニカルフィでしょう。大航海時代に迫害された黒人たち、そんな黒人たちが求めたのがジョイボーイ。こちらです。ジョイボーイとはどうやら現実世界のカリブ海の神だそうです。その詳細がこちらの本に載っていると教えてもらい、早速その本を購入したので見ていきましょう。ジョイボーイはまさしくドラムの魂、リズムの神で、カリブ海の神話では重要な役割を担っているそうです。ジョイボーイは踊り、歌い、歓喜する人間の欲求を擬人化した踊り子の神だそうで、その神話は大航海時代アフリカから奴隷の輸送船とともにカリブ海に渡ってきたそうです。そんなジョイボーイは人間のあらゆる欠点や問題にいつまでも微笑み続け、ドラムを叩いてリズムを刻み、苦悩を解放してくれると言います。このカリブ海の神ジョイボーイの設定は太陽の神ニカと同じです。
つまりここまでずっと言ってきたように太陽の神ニカイコールジョイボーイイコールルフィで確定でしょう。さらに大航海時代にはアメリカの先住民レッドインディアンたちも迫害され侵略されていました。そのモチーフはジャヤにいたシャンディアたちでしょう。このシャンディアたちはあまり語られていませんが、実は800年前世界政府に勝利したグループです。800年も昔の話だ。その石を狙う者たちと黄金とチャンドラの戦士たちは戦った。勝ったのか。ああ勝った。だが生き残りはわずか。シャンディアたちは五大兵器ポセイドンこと人魚姫の居場所を記したポーネグリフを守って戦い、そして勝利しています。なぜシャンディアたちは戦いに勝てたのか。それはこちらの動画で考えたように800年前のジャヤにはニカがいたのではないでしょうか。こちらです。こちらの動画ではジャヤでキャンプファイヤーをしたルフィと太陽の神ニカのシルエットが重なると考えました。そしてジャヤでは太陽の神を信仰していました。さらにこのジャヤのモデルは数ヶ月前オルメカ文明ではないかとも考えました。オルメカ文明とは古代アメリカ文明で最も古く、その後古代アメリカではマヤ文明、ナスカ文明、アステカ文明、インカ帝国などが誕生しています。そしてオルメカとはゴムの人という意味です。意味深ですね。そしてこれら古代アメリカ文明に共通しているのは全て太陽信仰です。さらにいずれの文明も大航海時代スペインやヨーロッパの人々に滅ぼされています。この辺りの歴史がジャヤや天竜人のモチーフの一つではないでしょうか。つまり天竜人は自分たちが神になるために古い神を滅ぼしたと、これはこちらの動画でも考えました。月の民シャンディアたちも太陽の神を信仰していました。さらにオルメカ文明のゴムの人と呼ばれる石像はコミックス28巻の表紙に意味深に描かれています。となると太陽の神ニカは太古の昔ジャヤにいた。太陽の神ニカがゴムの人でありジャヤにいた証拠、それは生贄の祭壇です。太陽の神を信仰していたジャヤの生贄の祭壇に刻まれた絵をよく見てください。この絵はギアホースバウンドマン。太古のジャヤにゴムの男がいた。太陽の神ニカはジャヤで世界政府と戦っていた。一方逆に世界政府に完全に滅ぼされた国といえば神の国です。ルナーリア族が住んでいた神の国はかつて聖地マリージョアの場所にありました。白い翼を持つ月の民シャンディアのワイパーと黒い翼を持つルナーリア族のキングことアルベルは表裏一体でしょう。キングはジョイボーイ、つまり太陽の神ニカを待ち望んでいました。それならば和の国も考えていきましょう。和の国、つまり日本は大航海時代に鎖国しています。具体的には1639年から1854年まで鎖国していました。一方ワンピースの和の国も鎖国国家でした。しかし1639年から鎖国した日本ですが、実はそこから800年前、つまり839年あたりの日本は鎖国とは逆に、かつて日本は世界と接していました。それが遣唐使。遣唐使についてはこのように考えました。こちらです。800年前鎖国する前の和の国にいた光月家はいわば遣唐使。遣唐使とは600年から900年あたりに中国の唐に送られた外交使節で、貿易も盛んに行われていました。それでは光月家とシャンディアたちはどんな交流をしていたのでしょうか。この交流はおそらく貿易と技術交流だと僕は考えます。和の国の原産回廊石や鬼徹鋼を加工する技術を持つ光月家と、シャンディアの黄金、そして月から乗ってきた空船の造船技術がここで交わったのではないでしょうか。これによりシャンディアは黄金などを加工して黄金都市を建造できたと。一方和の国は余った黄金を持ち帰り黄金の国と呼ばれるようになった。800年前の光月家のイメージは海を渡った遣唐使か。和の国はかつて世界と接していたのだ。開国せよ。ワンピースの世界の歴史と実際の日本史はリンクしています。このように大航海時代とワンピースはたくさんのつながりを見出せます。すると大航海時代スペインが目指した土地はどこでしょうか。それはインドでした。ワンピースにおけるインドについてはこのように考えました。こちらです。このゴア王国とはおそらく1500年頃に栄えたアジアのローマ、黄金のゴアと呼ばれたインドのイメージでしょう。ルフィの育ての親カーリーダダンのカーリーとはインドの神様の名前です。そして400年前のジャヤの日付が開園暦1127年なら、単純に400年経つと現在のワンピースの世界の年号は開園暦1527年になります。それは実際にインドのゴア州が黄金のゴアと呼ばれた年代に一致します。
つまりドーン島イコールインドのイメージです。大航海時代スペインやポルトガルが目指していた土地、それが黄金のゴア。ワンピースではドーン島ゴア王国か。コルボさんに追いやられた山賊たちやヒグマの部下たちもインドの服装をしています。それではなぜ大航海時代ヨーロッパの人々はインドを目指したのでしょうか。そしてなぜワンピースにはまだ大航海時代で一番有名なあの話がないのか。大航海時代にヨーロッパの人々がインドを目指した理由、それは胡椒。大航海時代、胡椒一粒は黄金一粒に値する。インドでしか栽培されない胡椒、スパイスがあれば肉を腐らせずに美味しく食べられる。ヨーロッパの人々は胡椒が欲しくて命を懸けて海を渡った。地球が丸いなら逆から航海すればインドに行けるんじゃね。そのように考えて航海したらアメリカ大陸を発見した。そんな胡椒、香辛料は当時死の病に効くとも言われ、万能薬だとも言われていました。それならばワンピースの正体とは香辛料、胡椒なのか。ないない、さすがにワンピースの正体が胡椒でしたというオチではないでしょう。なぜならワンピースの世界にはすでに冷蔵庫があり、肉を保つための胡椒は必要ありません。しかしどこかでは使われそうなネタではあります。僕がずっと前から考えているワンピースの正体は、クジラが飲み込んだラフテルにあるリオポーネグリフそのものだと考えています。リオポーネグリフそのものがただの石ではなく高価で巨大な宝石なら辻褄が全て合うからです。その宝石とは大航海時代黄金よりも価値があると言われたエメラルドだろうと考えました。さらにこちらの動画ではワンピースとは遺産であると考え、それはダジャレから遺産とは遺産、13は宝物、そしてクジラは日本でその昔イサと呼ばれていましたから、イサの遺産の中に遺産があると考えました。そんなエメラルドには大航海時代のエピソードがあります。1526年、フランシスコ・ピサロはインカ帝国を侵略しました。この時太陽の帝国インカ帝国の皇帝から巨大なピラミッド型のエメラルドを奪い取ったといいます。そんなエメラルドは5月生まれのルフィの誕生石でもあります。一方9月生まれのボニーの誕生石はサファイア。ボニーはサファイアの太陽のネックレスをもらいましたが、ルフィも太陽の国のエメラルドを手に入れるのか。大航海時代スペインに滅ぼされた太陽の帝国インカ帝国、南米アルゼンチンとウルグアイの国旗にある太陽の紋章はインカ帝国の太陽神、5月の太陽と呼ぶそうです。そんなインカ帝国最後の都市の名前はビルカバンバ。ビルカ、あとインカとニカって似てるよね。そんなオチでインカ以上です。とにかくワンピースには大航海時代がモチーフとして大いに使われているようです。皆さんはどう思われましたか。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。